音出ました。復活です。エルカチャンネル。はい、エルカチャンネルのショーです。今頃なんですけど、気づいてしまったことがありまして、オーディオの音がどうも小さくて、調べたら助手席側からは音が流れてるんですけど、運転席側からは全然流れてませんでした。なんで今まで助手席側からの音だけで過ごしてたっていう状態なんですよ。まずは点検したいと思いますので、今の現状をまずは見てください。今ラジオが流れてるんですけど、経験ないんじゃない？ほら、研修制度があるから大丈夫。国家資格の取得も可能だし。助手席側からはこうやって聞こえてます。それが運転席側は全然聞こえません。今からこちらのドアを外してスピーカーを点検してみたいと思います。それで治るようならいいんですけど、ダメな場合は物を交換しないといけないんで、とりあえず外してみましょう。エルちゃん、そしたらまずはネジを外していきますね。で次に内張り剥がしを使って外していきたいと思います。やっと取れましたね。そしたら今からスピーカーの止まっているこれ外してちょっと出してみますね。取れた。はい、スピーカーを外したんですけど、どうもスピーカーが悪いみたいなんで、ネットで見てみたいと思います。エルちゃん、危ない危ない。だから今日は元に戻さないといけないですよね。スピーカーはめて、内張りもはめて、今日はとりあえず終わり。はい、純正のスピーカーがヤフオクにありましたよ。値段も手頃ですね。1000円、中古品ではあるんですけどね、問題はないかな。右フロントドア用、動作確認は OK って書いてありますね。エルちゃん、スピーカーが届きました。よいしょ、はい、そしたら動作確認をしたいと思います。あれ、いや、スピーカー交換するだけでいいかなと思ってたんですけど、ダメだったっすね。ということでナビを外してみようかなと思います。よし、外れた。今配線を確認したんですね。で、とりあえず外れてるとこがないかとか見てたんですけど、一応全部つながってて、わかんないなと思ってダメ元で今エンジンかけたら音出ました。復活です。接触なんでしょうか、わかんないけど、まあ OK なんで、これであとは元に戻してもう一回確認したいと思います。はい、取り付け完了です。もともと聞こえていた助手席、そういえばそういうところがなんか親近感。そして今回聞こえるようになったっていうのか。ありがとうございます。いや本当ですよ。運転席ですね。エルちゃん、ということで今回の動画はここまでです。次回も
見てください。俺にかかって来い。バイバイ。